1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。1、2コースがコースアウトになりました。4コースからは4号艇の安田も伸ばしていきます。1周1マークはインコース、1号艇の滑谷、4コースまくっていく4号艇安田、少しここはもつれ合って内側からは2号艇の渋谷、あるいは5号艇の宮崎で向こう正面ですが、アクシデントです。1号艇の滑谷にアクシデント、落水しています。1周2マークへ向かっていきます。スタートは前提正常、スタートは前提正常でした。1周2マークに差し掛かっていきますが、ここでお知らせいたします。1号艇なめがや選手は落水のため失格となりました。1番なめがやは失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。4コースから4号艇のクラウがスリット先行しました。そのままコースタートを切って1周1マークへ向かっていきます。さあ4番のクラウが1マークはまくって先制、外6号艇の桜井ですが、ここはアクシデント、バックスレッジへ入っています。6号艇桜井が転覆しています。バックの中間地点に向かって確定が通過していきます。なおスタートは前提正常、スタートは前提正常でした。現在先頭は4号艇の倉尾が1周2マークへ向かっていきます。2番手5号艇の三好が続いて2マークを旋回。なおここでお知らせいたします。6号艇の桜井選手は失格となりました。6番の桜井は失格となっています。ボートレース平和島最終日の熱戦は一般戦第8レースが始まりました。なおこのレース3号艇で出場予定でした滑谷選手は前半レース負傷のため欠場となっています。インコースから1番、2番、3番、5番、6番ダッシュが4番の体型です。予選競争第8レーススタートしました。6コース4号艇の小馬がコースアウトを切りました。3、4、6コース3番、5番、4番優勢。3コース先に行きたいところでしたが、1号艇が突っ張って先に回る。まくり出したのは5号艇です。伊藤正義、お見事、突き抜けました。5号艇の伊藤正義、そして外行った6号艇の落合と、真ん中にインから踏ん張る坂口、そして内側から3号艇の小川光大。3艇が広がって2マークに向かいます。8レーススタートは正常でした。2マークは伊藤トップ旋回、2番手は内側に入ってくる3号艇の小川光大をセンターから握る1号艇の坂口、こちらは切り込んでくる6号艇の落合圭一。2着争いからは1号艇の坂口孝彦、3番手が6号艇の落合圭一。上位体系現在5番、1番、6番でスリット前を通過しました。2周1マークの旋回です。2着争いですが、外から先に行く1号艇の坂口、クイッと6号艇の落合圭一、2人の内側へ切り込んでくる3号艇の小川光大でバックへ入ります。2番手と3番手の定冠は離れました。一方で3番手、4番手が詰まってきました。落合の内側からまたやってきたのは3号艇小川光大。2周2マークの旋回です。内側から3号艇の小川が3番手先に回ろうとする。6号艇の落合圭一がその内側へ指してホームへ折り返していく。しかし先に待った3号艇、ここで逆転しました。小川光大、上位体系が入れ替わりました。513となってスリット前を通過。しかも小川と落合の定冠はもう5艇身以上に広がってしまいました。最後のバックストレッチへ伊藤がトップ旋回、2番手1号艇の坂口、そして続く3番手には3号艇小川光大。上位体系が5番、1番、3番、513の体系です。おっと、後方では2番と4番がもつれ合ってしまいまして、ともにアクシデントとなりました。現在水面上構想しているのは4艇となりまして、その4選手が最後のホームへ帰ってきました。先頭が伊藤、坂口2番手、小川3番手、5番、1番、3番です。先頭5番の伊藤五輪、2着1番の坂口、3着は3番の小川、そしてラスト4着で6番の落合五輪。なおお知らせいたします、このレース2番と4番小沢学、小馬健也ともに失格となりました。1番、2番、3番、5番ダッシュは4番、6番です。スタートしました。6艇それほど差がないスタートですが、わずかにトップスタートは1号艇西山、逃げ体制1号艇西山、2号艇秋元、そしてまくる3号艇松尾、内側から5号艇原田、間から4号艇岡部が続く。逃げる1号艇西山、内側から江崎をかけてきたのは2号艇秋元、内2号艇秋元が食らいつく。外から振り切ろうとするのは1号艇西山、抑え切ったが1号艇西山が先頭でスタートは正常です。2マーク1号艇西山クリア。2番艇3号艇松尾回しから切り込んだのは2号艇秋元、秋元この内側から5号艇原田が続く。2番艇2号艇秋元浮上、3番艇内側から5号艇原田、外は3号艇松尾がついて、大外から4号艇岡部が続きます。
1番赤1号艇西山隆弘、2番手2号艇秋元悟、3番手は5号艇原田が先張って2番手まで突っ込もうとしたんですが、これは流れました。内をつく3番手は3号艇松尾まつり、上位体系は1番2番3番、あとは4艇審査5号艇原田、4号艇岡部、6号艇亀山が続きます。2周第2ターンマーク1号艇西山トップ、2番手2号艇秋元、そして3番手3号艇松尾が続く、1番2番3番、おっと後方4号艇岡部が転覆か、それに5号艇原田も巻き込まれるような形ですが、ここでお知らせをいたします。後方で1点アクセントありました。4号艇岡部大輝にアクセントです。4番の岡部大輝はこのレース2周にマーク、転覆のため失格となっています。3番1番2番4番5番6番で間もなくスタート、1秒、今スタートしていきました。さあここは速いスリット合戦となっていまして、センター青鶴の245、1マークはインから先前で3号艇の倉谷に握っていった、1号艇ブロックされて内から4号艇、あと5番2番6番です。さあバックスイッチわずかに3号艇膨らんだか、内から刺して4号艇上がってきて小野達也、3号艇と4号艇が突破争いですが、わずかに内から地元の4号艇の小野達也、そして倉谷は現在2番手、その後ろで6番2番5番1番が固まっています。なおスタートは正常でした。第2ターンマークでは4号艇の小野が行って、その懐3号艇の倉谷ですが、先頭4号艇、2番手は3号艇地元コンビ、そして後方3番手争いはわずかに真ん中で1号艇の落合潤がリード。レースは2周目、先頭には刺して4号艇の小野達也、2番手には3号艇の倉田に立つ、そして現在3番手1号艇もまだ固まっています。2周目で出したマークの3番手争いは突っ込んでくる2号艇5号艇、真ん中は1号艇6号艇1番6番揉まれまして、さあここで今度は2号艇の石田明宏3番手、上位が432で後方ではアクシデントがありました。上位が4号艇3号艇2号艇となっています。なお第4レースは1号艇の落合潤が失格となっています。1番4番2番3番5番6番で間もなくスタート、2秒、1秒、今スタートしていきました。コースタートは6コース6号艇の松村、センターアウト勢から2号艇3号艇あと4号艇ですが、1マークはインから先前の1号艇の石渡、刺してくるのは4号艇の小島、真ん中2号艇が攻めて、あとは3番5番6番です。さあバックスリッチは1号艇の石渡の懐から2号艇4号艇と上がってきて、トップ集団が1、4、2が固まって、後ろで3、5、6の3艇が固まっています。なおスタートは正常でした。第2ターンマークの突破争いはまず1号艇人気の石渡がコーナーを先取り、さあ仕返して4号艇でその真ん中を2号艇が攻めてきますが、先頭争いはわずかに1号艇、しかし後ろ2号艇4号艇、後方ではアクシデントがありました。レースは2周目と入ります。お知らせいたします。第5レース6号艇の松村聡が失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。トップタイミングは4コース4号艇の岡本武史、1マークの攻防、その内からは3号艇桂林も伸ばしていこうとしますが、4号艇がまくっていこうとする、しかし2艇が接端流れた、内アクシデント、ちょっと複数艇が事故でしょうか。先頭抜けたのは5号艇の赤池です。スタートは正常でした。お知らせいたします。3号艇桂林博士は妨害失格です。3艇が残っていまして、5番1番4番で2周目と映っています。お知らせいたします。2号艇山口隆、6号艇の森谷大地、いずれも1周1マークで失格となっています。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。インとセンター勢がコースアウト、1号艇森、3コースからは3号艇三島です。1マーク1号艇森が逃げて、2号艇岩橋が刺す、まくりらしい3号艇三島誠二、これが入って先頭。3号艇三島誠二が1艇身から2艇身優勢、2番手は外から1号艇森、内側からは4号艇黒井に5号艇田中が接近。第5レーススタートは正常です。1周2マーク先頭3号艇三島、内側から5号艇田中がここは先取り、逃げる1号艇森、さらには内々は4号艇黒井達也ホームストレッチ、先頭は3号艇三島、2番手は1号艇森高弘、3番手はわずかに5号艇田中孝明が優勢、もう一回のところ3番1番5番後方は少しアクシデントがありました。3番1番5番で向こう正面です。後方行ってアクシデントとなっています。なお、お知らせいたします。4号艇黒井達也転覆失格、4号艇黒井転覆失格となっています。達
勝間、野村、森作、ダッシュ、吉田、和合、福田です。スタートしました。スロー勢が内側3艇が揃ってのスタートとなりました。1周1マークの攻防、1号艇辰馬が逃げる体勢もただいまのスタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。なおお知らせいたします。1号艇辰馬光弘、2号艇野村誠、1番と2番はフライング変換決勝。1号艇2号艇に関係のある投票券すべて変換です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。人気の中心は1号艇の柏野、対抗格は3号艇の前田。第9レースです。内から柏野、三品、前田、酒井、川島、岡本の並びです。今スタートしました。1号艇の柏野スタート大きく遅れました。イーストチマークに各艇向かっていきます。2コースから先制する2号艇にくるっと3号艇握っていく4番と6番でバック側に入りました。お知らせいたします。ただいまのスタートに行きまして、1番は出遅れ変換決勝です。1番に関しました投票券はすべて変換されますので最後まで大切にお持ちください。イーストにマークコーナー先取っては3号艇くるっと2号艇が運んでホーム側、そして一周の2マークでアクシデント艇も発生してしまいました。6番にアクシデント、レースは2周目に移ります。トップは3号艇の前田翔太、2番手は2号艇の三品貴博、3番手が4号艇酒井康、4番手が最高峰で5号艇の川島啓二です。6号艇の岡本翔太郎は一種の2マークでアクシデント失格となってしまいました。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。5号艇へこんでいます。1号艇の重野屋がトップスタートから1マーク、1号艇の重野屋が逃げるところ、3号艇の坂本が外を続いていきました。内側から6号艇の竹下ですが、1号艇の重野屋が一歩前、スタートは前提正常でした。なお5号艇がアクシデント、5号艇の山田が転覆のため失格となりました。1番、2番、3番、5番、4番、6番です。スタートしました。第4レース2号艇3号艇が好スタートです。さあ1周1幕に向かいます。1番の上を行こうとする2号艇の八木、1周1幕は1番と2番がやり合った。その間に3号艇の菊池がそれをもらって差し込んだ。懐ガラッと開いたところ3号艇の菊池康平の差し抜け、スタートは前提正常でした。3号艇の菊池、そして4号艇のマニュアが2番手、3番手が6号艇の吉田です。後方では1号艇の渡辺雄一郎が今演奏しています。2周にマークを回りました。3号艇の菊池、そして4号艇のマニワが2番手、3番手は6号艇の吉田俊彦です。なお1号艇の渡辺雄一郎ですが演出のため失格、1号艇の渡辺雄一郎演出のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1コース1番の原大きく遅れてしまいました。そして6コースが早いスタートになっています。1周1マークです。ファンの皆様にお知らせいたします。6番の片岡はフライング変換欠場でございます。6番の片岡フライング変換欠場です。6番の組に関する投票権はすべて変換となります。お手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。ダッシュ勢届きませんでした。スタート1、2コースの2人スタート、2コースから2番のカナダが出ていく。抵抗できない1番のマッセ、2番のカナダがまくり切りました。さあ残す1番のマッセの後ろ、内をついて3番ウカ、4番倉田が続く展開です。スタートは前提正常でした。2番のカナダが抜け出して、おっと後方ではちょっとアクシデント、4番の倉田にアクシデントがありました。レースはこれから2幕の旋回、2番手ですが、さあ内から一気に3番鵜飼差を詰めるを1番松瀬は振り切りました。なお4番の倉田は落水のため失格です。4番の倉田落水のため失格となりました。スタートライン上の風はほぼ収まった状態となりまして、第11レースの汽車選抜戦が始まります。対戦メンバーは1号艇東京渡辺千草、2号艇岡山堀之内清子、
3号艇静岡長島牧、4号艇三重塩崎久香、5号艇東京平田沙耶香、以上の5選手です。6番の倉田郁美は前半レース負傷のため欠場となりまして、このレース5艇による競争です。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。コースタート踏み込んでいった6号0台前半6号で福岡センターから4号でコースタートは池田一周の1マークセンターからまくっていくのは3号で今井美和、今井がまくって切り込んでいって1艇2艇接触アクシデントか。先頭は3号艇今井、そして2番手争いですが、内をついたのは2号艇の松本、アウトコースは4号艇の池田、5号艇ブレイク後方ですが、6号艇福岡にアクシデントが、なおスタートは正常です。石野にマークの旋回に向かいます。3号艇今井が石野にマークの旋回からホーム直線コース2番手でクリア、2号艇松本3番手外に切っていく、5号艇ブレイクと4号艇池田の攻防ですが、踏ん張ったが4号艇池田、上の台形現在は3人用の体制で一定審査、レースは2周回目にあります。なお1周の1マークですが、6号艇福岡泉は転覆のため失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました第6レース4コース4号艇の三井わずかにコースタート、さあ1周1マークに向かっていきます。まずは1号艇の嵐インから待って、3号艇の平本のまくり足は入りません。2号艇の湯川が差し込んで後方ではアクシデント模様です。4号艇アクシデント、先頭は1号艇の嵐勇気です。スタートは前提正常でした。なお4号艇の民将高春ですが転覆失格、4号艇の民将高春は転覆のため失格となりました。1番5番6番2番3番4番です。スタートしました第8レース2号艇の吉田敏彦、好スタートを取って切っていきました。さあ1周1マーク絞った2号艇、1号艇がそれに飛びついて抵抗します。1号艇はちょっと危ないシーンとなりまして、3号艇も振り込んだ状態です。6番と5番が差し込んでいます。向こう上面です。スタートは前提正常でした。なおアクシデントですが、1号艇の飯山康が妨害失格、被害を受けました3号艇の高川光が転覆のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1人抜け出したスタートになりました。5番の道上、スリットで一気に圧倒する展開になりました。5番の道上がまくり切ってこれに乗っていったのは6番奈良地、ちょっと1マークもつれましてアクシデントが出ています。1マーク2点アクシデントになりました。スタートは前提正常でした。スタートは前提正常で2マークに移ります。なお1周の1マークにおきまして、1番の清野は転覆のため失格、3番の土屋落水のため失格です。インコースから1番2番3番4番5番6番です。記者選抜の12レース、スタートしました。インの原田、1人だけ飛び抜けたコーススタート、ちょうど10あたり先に待っていくのが1号艇の原田、2コースから松井健二が引いて伊藤正義が握ってまいります。真ん中へ5号艇の塩崎が入って内懐へ4番と6番矢橋と大亀バックへ入りましたが、2番手争いを尻目に悠々独走先頭1号艇の原田、2着争いですがずらっと確定広がってきました。内側から6番4番2番3番スタートは正常でした。さあ2番手争いですが、4号艇の矢橋が行くぞ、くるりと待って6号艇の岡部、真ん中割って入るのは2号艇の松井健二、外を分回る3号艇の伊藤正義も、ここは2着争いからわずかに2号艇松井健二がリードを取りました。外からは3号艇伊藤、内側から4号艇矢橋、2周1マークの旋回に向かいます。2着争いですがセンターからまず2号艇松井が行く、内に入ってきたのは4号艇の矢橋、5号艇も入ってきました。4番5番の間を割れない、伊藤正義アクシデントになってしまいました。3番手はここで4号艇の矢橋誠介、6号艇が今立ち往生、5号艇も立ち往生になってしまいました。今構想しているのはたった3艇になってまして、先頭が1号艇の原田、2番手が松井健二で、3番手が4号艇の矢橋、上位体系が1番2番4番で3選手が最終周回へと入っていきました。5番と6番は現在再始動ができず、
今最後のバックストレッチへ先頭で1号艇の原田が立ち上がっていきました。2番手が2号艇の松井健二で、3番手は4号艇の矢橋誠介です。お知らせいたします。このレースは5号艇の塩崎正則が妨害失格、5番は妨害です。そして3号艇の伊藤正義と6号艇の岡部がそれぞれ失格となりました。繰り返します。5番が妨害失格、3番と6番それぞれ失格です。1番2番3番4番5番アウト6番です。スタートしました。好スタート、踏み込んだ0台ぶち込んでいったラインから1号艇だか、センターから4号艇高橋が好スタート、一周の1マークですが1号艇が右の体勢を作っていく、外握っていく3号艇子が粘ったら2号艇足穴折っていってバランス崩して後方ですが、3号艇子が最後方まで後退です。エンストのアクシデントかバックストレッチ、1号艇先頭平が粘った2号艇の橋原、打ち粘ったのは4号艇高橋、第1レーススタートは正常です。1号艇平が3艇進リード、抑えて先に待っていく2号艇橋原、後ろにマークレーンが平見少々乗って切り込んでいった1艇ですが一気に挽回しました6号艇村上亮ですが、先頭は1号艇平が、そして2番手でクリアとなった2号艇の橋原に直線6号艇村上が捉えてラップ状態、3号艇の小川アクシデントかレーサー2周1マークの旋回です。1号艇平が踏み込んでいきました、極めて踏み込んでいきました、1号艇平が2周1マークの旋回からバックストレッチ、アクシデントの手を避けての旋回となりました。2番手でクリアとなったのは6号艇村上亮、3番手2号艇足原、上の体型は162の体勢となりました。なおこのレースですが1周の1マークからバックストレッチを置きまして、3号艇の古賀智之はエンストのため失格となっています。1番2番3番4番5番ダッシュ6番です。スタートしました。いいダッシュ、ちょっと早すぎた大外、現在スタート判定中です。お知らせいたします。6号艇の北野照樹フライング、6番に関係する投票権すべて返還です。レース終了前フラケン、どうぞ皆様大切にお待ちください。1番3番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。センターから3号艇の村田、4号艇の松田、わずかにスタート1周1マーク、インコースから1号艇の寺本が逃げるところ、3号艇村田がまくりに行きました。おっと1艇2艇、おっとアクシデント、複数艇にアクシデントがありました。バックストレッチに入っておりますが1周1マーク、1艇2艇3艇にアクシデントがありました。スタートは正常でした。ここでお知らせがあります。1号艇の寺本ですが妨害失格となっております。そして2艇アクシデントありました。4号艇そして6号艇、4号艇松浦、6号艇の富田がアクシデントがありました。失格となっています。1番2番3番4番ダッシュ5番6番です。スタートしました。4号艇1番、5号艇松下、6号艇の高橋ですが、このレース際どいスタートありました。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。バックストレッチに移っていますが、このレース際どいスタートありました。スタートは判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。1周2マークへと向かっていきますが、ここでお知らせ。5号艇の松下ですが、フライング返還決勝。5号艇松下に一貫する投票券すべて返還払い戻し、お手持ちの投票券大切にお持ちください。競争水面上後半戦、続いてのカードは第8レースの一般戦です。この第8レース1号艇松浦勤が前走レースで負傷したため欠場となっています。1番2番3番4番5番6番でスタートしました。わずかに内寄りが出ています。これは早すぎます。1周1マーク、逃げる1号艇佐竹に2号艇が、そして3号艇が外行ってバック側へと抜けました。お知らせいたします。6号艇です。6号艇歌手の工事はただいまのスタートにおきましてフライングのため返還欠場となりました。6番に関します投票権はすべて返還されますので、どうぞ皆様大切にお持ちください。1番4番2番3番5番6番です。
スタートしました。特徴戦の第10レースのぞいたスタートは3号艇の島田、インからは1号艇の野永瀬、応戦する4号艇の長口、さあ4番の長口、3番の島田が競り合った、内側空いた1号艇の野永瀬、そして2号艇の藤田、一周の1マーク付近でアクシデント発生となってしまいました。スタートは前提正常でした。なお1周の1マークにおきまして3号艇島田健人は転覆のため失格、3番は転覆のため失格となりました。人気の中心は1号艇の柏野、対抗格は3号艇の前田。第9レースです。内から柏野、三品、前田、酒井、川島、岡本の並びです。今スタートしました。1号艇の柏野スタート大きく遅れました。イースト1マークに確定向かっていきます。2コースから先制する2号艇にくるっと3号艇握っていく4番と6番でバック側に入りました。お知らせいたします。ただいまのスタートにおきまして1番は出遅れ変換決勝です。1番に関しました投票権はすべて返還されますので最後まで大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番でスタートしました。わずかに内寄りが出ています。これは早すぎます。1周1マーク逃げる1号艇佐竹に2号艇が、そして3号艇が外行ってバック側へと抜けました。お知らせいたします。6号艇です。6号艇柏野浩二はただいまのスタートにおきましてフライングのため返還欠場となりました。6番に関します投票権はすべて返還されますのでどうぞ皆様大切にお持ちください。